リュッセンバイエルンは愛知県名古屋市西区に所在する日本の自動車メーカーの名称をび同社が展開する自動車、ブランド。自らの自動車を作るのが夢であった長山哲也によって2001年に設立された。かつての名車を近代のモデルをベースにして再現している。2009年後半より BMW イセッタ250、シボレエコルベット、 フェラーリ 288GTO、日産、スカイライン GT-R、トヨタ 2000GT のレプリカも組み立てている。これらの自動車は限定生産で欧州に輸出されている。しばしば、ダイムラーベンツの略称でもある DT と略されることも、ある。日本には小規模なデュッセンバイエルン車の販売網が、存在した。マイスターは2002年2月に投入されたデュッセン。 バイエルンのファーストモデル。外観はメルセデスベンツ 190SL をモデルにしており、ベース車両は BMW Z3 を採用している。一見するとマイスターはオリジナルと見分けがつかない。しかし、車体容積に差があるため EU 法の下ではコピーとはみなされない。マイスターの車体はファイバーグラスでできている。ボンネットは完全に開くことができる。 メカニカルコンポーネンツも BMW Z3 を踏襲しているので、Z3 に搭載される時期4、時期6エンジンが選択可能であり、右ハンドル仕様、左ハンドル仕様のいずれにも対応している。日産、マーチをベース車としており、1957年登場のフィアット500をモデルとしている。リッツは2002年9月に発売が開始された。販売価格は日本市場で、 約150万円。ヨーロッパ市場では約15,500ユーロ、1万3000ポンド。アグネスはマイスターのスポーツカータイプである。2007年5月に新モデルが投入された。内装及びエンジンはマイスターと同じである。ありがとうございます。